5月22日月曜日、全国の天気をお伝えします。雨の降る範囲が拡大します。沖縄地方では雨が降ったり止んだり変わりやすい天気となります。雷を伴って雨が強まる可能性がありますのでご注意ください。そして九州地方から関東地方にかけて日差しが届いても天気急変に注意が必要です。朝雨が降っていなくても傘を持ってお出かけください。関東地方ではお帰りの時間帯に雨が強くなる予報です。そして北海道でも変わりやすい天気となりにわか雨の可能性がありますので折りたたみ傘を持ってお出かけください。気温を見ていきますと雨の降る割に気温は高く蒸し暑さも感じられそうです。最新の気象情報はお天気アプリウェザーニュースからもご確認いただけます。